とにかくプレミアム、本出していい、ターボ2。はい皆さん、ごきげんよう、ジョニーな人です。今日はこいつのご紹介。先月届いていたんだけど、警察に呼ばれたりして忙しかったので、ようやく開封したミニカーです。1980年代にホンダが販売した人気車、ホンダシティです。背の高いコンパクトハッチで、ターボモデルやカブリオレモデルも追加されたんだけど、ホットモデルとして人気を博したのがシティターボ2、通称ブルドッグ。一番人気だったホワイトカラーが限定版で発売されたんだよね。さあ、見てちょんまげ。はい、こちらがトミカプレミアム発売記念仕様のホワイトカラーのターボ2。ある世代の方々には結構思い出深い車じゃないかな。ミニカーとしての出来はどんなかな？シティのトールボーイスタイルがしっかり再現されているねー。かっこかわいいねー。通常版のシルバーもいいけど、私はやっぱりホワイトがいいなー。あー、これって60分の1じゃなくて55分の1スケールなんだねー。コンパクトカーだから相対的に大きくモデル化されちゃうんだろうねー。なかなかいいんだけど、ネットで言われているのがメリハリがない。本来は黒い部分が未塗装なので白黒のペイントとして見えるねー。ミニカー好きな人は墨入れしちゃうらしいですよ。特に気になるのがライト周りの黒い部分が白いままになっているところかな。ホンダマークなどのプリントが綺麗に入っているだけに惜しいよねー。そこで墨入れするついでにライトの周りも黒く塗ってしまおうと思います。墨入れは定番の艶消し黒のエナメルカラーを使います。早速やっていきましょう。まずはタミヤのエナメルカラーの瓶をよく振って中を混ぜておきます。塗料を塗料皿に少し出して、本当にちょっとだけ、別な塗料皿にエナメルシンナーも出しておきます。こっちもちょっとだけです。使用する筆は100円ショップのマニキュア用の極細筆です。エナメルシンナーと塗料をゆるーく混ぜて使用します。プラモデルの墨入れと同じ感じです。塗料のゆるさを微調整。いざ墨入れ。毛細管減少で艶消し黒の塗料がボコモールドに流れていきます。こんな感じの作業を延々と繰り返します。なのでここからはちょっとお話タイム。このホンダシティ、結構憧れな車だったんですよ。最初は元コンポというミニバイクをトランクに詰めるファッションカー的なポップな感じの車だったので大して興味はなかったのですが、その後、ターボモデルが追加になったんですよね。やっぱり男の子としてはポップな感じよりもターボとかの方がかっこよく感じたんですよねー。ただ、ターボモデルは普通のシティにターボエンジンを乗せただけだったのですが、このターボ2は専用のエアロバンパーなどで外観もスパルタンになったんですよ。ドアミラー化やフェンダーの大型化もかっこよさをアップさせていました。で、友達が、後年ターボ2の中古車を買ったので運転させてもらったんですよ。スピードを出せる場所ではなかったのでインタークーラー付きターボの速さはわかりませんでしたが、あのブルドッグを運転しているんだー、と感動しました。なんて、車話をしているうちに墨入れじゃなくて、塗装に移っていますね。実車で黒い樹脂製パーツっぽい部分は艶消し黒をベタ塗りしました。はみ出しても後でエナメルシンナーで修正が効くためベタベタと塗っていきます。そこで、どうせ修正が効くならとドアのサッシ部分もガンガン塗っていきました。そういえば、トミカってミラーが再現されていないですよね。ドアミラーを適当なパーツで再現してやればもっとかっこよくなるかな？今回はそこまでの準備をしていないのでやりませんが、そのうちやってみようかな。さて、墨入れや塗装もほぼ終盤です。途中から適当になってかなりあちこちはみ出しています。ガソリン給油口なんて墨入れする気もない。あとは、バンパー部分やナンバーの上下もベタ塗り。
もうはみ出しても気にしない。かなりぐちゃぐちゃになっちゃいましたねー。それじゃあエナメルシンナーで拭き取りや修正をしていきましょう。エナメルシンナーを含ませた綿棒で拭き拭き。ボコモールドにだけ塗料が残って周りは綺麗になりますね。ナンバーの上下はボコモールドが浅かったようで綿棒で拭いたら墨入れが全部消えちゃいました。動画では省略しますが、消えてしまった墨入れは後から追加で直してあります。ドアのサッシも白くしたいところだけ拭けば綺麗に色分けできました。だいたいこんな感じで OK かな。だいぶメリハリが出たんじゃない？もうちょっと綺麗に拭き拭き。ライトの周りの黒く塗った部分も取れちゃったなー。ライトの周りは細かすぎるので、極細の油性ペンを使うことにしましょう。普通の油性マジックです。細かな作業だったので、カメラが邪魔なのでカメラをどけて作業しました。そのため動画ではすでにライトの周りは油性ペンで塗った後です。これで墨入れと部分塗装は終了です。最初の箱出し状態の時よりもだいぶメリハリが出て良くなったよねー。よくわからないですか？そっかー。やっぱり自己満足程度の作業なのかな。まあ、でも、自分が満足できれば OK 牧場でしょ？こんな感じで墨入れ&一部塗装作業は終了です。良くなったと思うんだけどなー。まあ、いっか。はい、いかがでしたか？ちょっと手を入れただけだけど、見違えたと思うんだけどなぁ。それにしても、シティターボ2、ブルドッグ。やっぱり、かっこいいよー。今の技術でこのデザインの車があればいいのになぁ。ブイーン。いいよねー。それじゃあ、今回はこの辺でー。バイバイ、またねー。